当社は栃木県の北部に位置し、静かな山あいにある蔵です。1892年に創業し、129年の歴史があります。登場していた初代の栄作が農家の苗を間借りする形で始め、1917年頃現在の蔵に移転しました。その際に朝日が昇る方角に移転したことから、銘柄名を極光としました。当社は社長が当時を兼ねるスタイルをとっており、現在私で5代目の社長兼当時です。私たちが作る日本酒は、厳しい冬の間にスタッフが一本一本苦労しながら手作りで作っている努力の結晶です。小さな酒蔵ですが、伝統的な手法による酒造りを守りながらも、さまざまなコンテストで高い評価をいただいており、地域の皆様から愛される日本酒を作っています。近年では海外のニーズを考えて、海外で多くの人に飲んでもらえるように、甘い企業酒、赤い日本酒、発泡性のある日本酒といった商品も作っています。洋酒や肉料理にも合うので、ぜひ私たちのユニークで美味しい日本酒を飲んでみてください。